最終の演舞をさせていただきます。この場で踊るにあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。第15回を迎えるこのイベント、手作りながらも春の風物としてなくてはならないイベントに成長してまいりました。こうして来れたのも地域の方の参加やチームの各チームの参加をしてくれた皆様、そして共にこの場を盛り上げてくださいました観客の皆様のおかげだと思っております。この場をお借りしまして熱く御礼申し上げます。さて我々聖夜ですが、3年ぶりの新曲のお披露目です。テーマは鹿沼の秋祭り。戦国時代の夜明けとともに荒廃した鹿沼宿、その再生を願い復興を成し遂げた民衆、そこから生まれた鹿沼秋祭り、未来永劫をつながる思いを描いた作品です。先人が作り上げ受け継がれてきたこの誇るべきお祭りは、平成28年ユネスコ無形文化遺産に登録をされました。この4分30秒のためにたくさんの時間をかけ練習を重ねてまいりました。つながる思いを胸に全身全霊演舞いたします。皆様最後まで熱いご声援よろしくお願いいたします。レイ、せいやー、戦国の夜が荒れ果てた下野国鹿沼、悲しみに暮れる鹿沼じゃ、未来や希望あるだろ。鹿沼で生まれ鹿沼で育った誇りを胸に、先人が築いた技をつなぎ必ずや切り開く、いざ秋の日の鹿沼に見える希望Come on!
たちと巡るので、我々に振り込まれ、喜びとともに。華やく祭りの演出、絢爛豪華な彫刻を繰り出す舞い踊れセイヤありがとうございました。ねい。